今日はですね、仙台市の泉区の方に来てるんですけれども、仙台の方では毎年、恒例行事の光のページェントあるんですけれども、2016年、今年からですね、この泉区の方でも光のページェントが、開催されてるみたいです。でちょうど今ここは泉プレミアムアドレットのところですね。この先一般道の事故多発エリアです。今年から、電球の数を10万個に増やして、仙台光のページェント一般道取締りポイントに注意してください。仙台光のページェント in 泉パークタウンという形で、今年から開催してるみたいです。もう一回ぐるっとね回って見てみようかなと思うんですけれども、今までもこのプレミアムアドレッドの周りはイルミネーションねこうやってたんですけど、今年から本格的に、そんな規模は大きくないですけどもね、開催されてます。で今夜の9時半なんですけれども、時間は夜の10時までです。この周り、住宅地ですからね、そんなに、遅くまではできないんだと思うんで、それで10時くらいまでなんだと思うんですけど、去年もねこの辺も結構ライトアップはしてたんですけど、こっち側ですね、こっち側が今までなかったのかな、電球の数が増えてますね。そんなに青葉区のね光のページェントほど一般道取締りポイントに注意してください、豪華ではないですけど、ただこの街のこの先一般道事故多発エリアです。この辺の雰囲気とねマッチして非常にいいんじゃないですかね。おしゃれな感じがしていいと思います。はい、仙台光のページェント in 泉パークタウンの様子ですね。少しだけですけれども、ご覧いただきました。規模はねそんなに大きくないですけれども、ただ非常に雰囲気がいいかなと思います。それで開催される期間なんですけれども、
11月12日からもう始まってまして、来年の2017年の2月28日までですね、約3ヶ月間にわたって、結構長い間ですね開催されてます。青葉区の方の、光のページェントの方は、大晦日まで12月31日までなんですけれども、こちらは、来年の2月まで、まだまだ開催されてますので、非常に、夜ねちょっと少しブラッとドライブしに来るには非常にいいんじゃないかなと思います。今日は N1 で、泉パークタウンの光のページェントですね、見に来てみましたけれども、今度は常禅寺通りの方のですね、本格的なイルミネーションの方を、N1 でちょっと回ってみたいなと思います。それでは今日はこの辺で失礼します。